で皆様お待たせいたしました。それではこれよりチーム本場のプロの方々にご登場いただきたいと思います。お一人ずつご紹介させていただきます。どうぞ皆様拍手でお迎えください。チームの方には大勢のプロの方々がご出演します。
本日はこちらの9名の方々にお越しいただきました。皆様改めまして拍手をお願いいたします。岡山プロ、谷原プロとともに阪中門プロもチーム大間の一員となりました。さあ、それでは早速プロの皆様方にお話を伺ってまいりたいと思いますが、ここからの進行は弊社諏訪が担当させていただきます。諏訪校長長、よろしくお願いいたします。それではまず上野プロから、昨シーズンはですね、序盤戦非常にスイングに悩まれてと、あのスタッフから話を聞きましたが、はい、その辺のことをちょっとお話ししていただければと思います。そうですね、去年の出だしなんかはすごいもう自信を持って、自分の中ではスタートしようと思ったんですけども、どうも、球筋とこうスイングのイメージが合わず、ちょっとこう前半の方は苦しんだんですけども、まあ、あの中盤ぐらいからこう徐々に自分を取り戻して、なんとか戦いました。いや本当に辛抱強くこう練習でですね、我慢強く練習している姿に本当心打たれましたけども、本当はそういったあの状況の中で、シードを見事に獲得して、くれたということは本当に素晴らしいことだと思います。はい、今年もですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、よろしくお願いします。それから金沢プロです。寒い日本が本当に苦手だと聞いてましたけども、はい、通訳をいきます。Well, it's very cold. First time to see. 寒そうです。とても寒いです。雪を初めて見た。雪を見ます。酒田に来れば雪たくさんありますから、いつでも来てください。Yeah, that's what I hear, but I think it's too cold and too much cold for me. そうですね。寒いのも嫌なので、本当暖かいところで練習したい。はい。それではまずあのフィリピンの暖かいところで、また開幕までしっかりと練習していただきたいと思います。Yeah. はい。フィリピンで頑張ると言ってくれてます。頑張ってください。続きまして、カビープロになりますが、はい、本当にあの開幕戦、日本の開幕戦からアルバトロス、すごいスタートを切っていただきました。本当に契約初年度のツアーワールドの、あの評価はどうでしたでしょうか。そうですね、クラブは本当に最初からあの素晴らしいものをたくさんあの使わせていただいて、はい、結果を出すつもりがあまり結果が出ず、本当にすいません。いえいえ、あのもっともっとどんどん行ってください。はい、本当に力を入れてサポートしますので、ありがとうございます。今年こそぜひ一勝、はい、頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きまして小田プロですね。小田プロはあの AB オープン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。本当にあの見てて我々も興奮しました。あの18番のティーショット、どういう気持ちで打たれたんでしょうか。18番のティーショットは絶対にフェアウェイに置くという気持ちで打ちました。はい、実はあれは TC シャットだったんですよね。そうです。あのコメントの操作性を良くしてほしいということで開発して、それが結果が出たということに素晴らしい、我々が喜んでおります。本当に AI オープン以外でも本当に上位で活躍していただきましたけども、本当にあの本間のクラブで本当に印象に残るショットって、どういったところがありましたか。そうですね、まあ神じゃないですけど、僕も同点でホールインワンできましたし、あ、そうですね、まあ、本当に全体的に良かったと思いますし、まあ、秋の試合で何個か勝てなかったんですけど、今年こそはぜひ勝ちたいと思います。はい、期待してます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、続きまして女子プロに移りたいと思います。藤田プロ、今日はありがとうございます。はい、本間初のボール使用契約ということで、はい、ツアーワールド、TW、G1、GYX 打っていただきましたけど、はい、フィーリングはどうだったでしょうか。そうですね、あのどちらのボールもすごい素晴らしいボールで、今でもちょっとどっちを使っていこうかなって悩んでるぐらいです。あの
多分藤田君すごく感性が強くて、フィーリングを大事にするプロなので、アプローチの時の違和感とはありませんでしたか？そうですね、まあ、止まり方がちょっと2種類のボールで全然違ったので、そこも含めて考えていけたらなと思います。はい、今後はどんどんそういったフィーリング的なところですね、はい、ボール開発の方にもう遠慮なく行っていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、リュープロですね。はい、リュープロはいつも素晴らしいテンポでティーショットしてセカンドしてこうバーディー取ってみたいなイメージが強いんですけども、はい、去年1年本場のクラブで戦ってどうだったでしょうか？そうですね、本当なんかもう自然と開幕から入れて、皆さんの本間さんの力で、クラブなんかストレスなく戦いました。はい、今年はぜひ2勝、はい、頑張ってください。はい、頑張っていきます。はい、ありがとうございます。はい、そして、今年からチーム本間の仲間入りをしていただきました高山プロ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高山プロはもう昨シーズン、チーム本間の活躍を見ていてどういった感じに思われたでしょうか？いや、みんな強い選手ばっかりなんで、なんか置いていかれたなっていう感じが指を加えて見てますよね。いえいえ、はい、でも高山プロの11年は将棋ランキング2位と、それで全英オープンの活躍と本当に、素晴らしい成績と言われてますけども、我々も全力でサポートしていきますので、はい、今年はぜひまた一緒にしようとよろしくお願いします。はい、はい、頑張ります。なんか本間のクラブに対して。そうですね、やっぱり僕はちょっとクラブのこだわりが強くてですね、はい、本間さんのクラブが本当に昔ながらの、左の向いてない、はい、僕好みの顔で打つとやっぱ弾きがいいので、はい、そこは本当にもう一番好きになったところですね。ありがとうございます。はい、どんどん坂田をですね、どんどん利用していただいてですね、はい、坂田にも来ていただきたいなと思います。はい、はい、そして最後、ツアー10勝プロズ校長長、ごめんなさい、失礼しました、大変失礼しました。ツアー2勝しているイボミプロをお知らせして、失礼しました。イボミプロ、ツアー2勝おめでとうございました。ありがとうございます。坂田工場を聞いていただいて印象はどうだったでしょうか？坂田工場は本当に大きくて、中で職人たちが正確にクラブを作る姿が本当に印象的でした。ありがとうございます。また一段と日本語が上手になってまた頑張ります、日本語も。はい、はい、今年はさらに活躍してください。はい、本当に遅れてごめんなさいね。いいえ、大丈夫です。はい、それでは皆さん最後になります。今年からチームホーマーの仲間入りをしてくれました谷原プロです。はい、どうもありがとうございます。いい、こちらこそありがとうございます。率直にお聞きして、はい、ホーマーと契約した理由をお願いします。はい、まあそうですね、本当にスタッフさんもですね、対応の速さですかね。まあ本当に、まあ、去年もフェアウェイウッドの方をね、何本か試させていただいて、その時の対応の速さにも僕はびっくりしてますし、またですね、そのクラブの印象なんですけど、まあ、ここにいる本間の先輩たちがね、すごい成績を残してもらっているので、その辺で本当にもう疑う余地はないと思います。はい、はい、これから坂田工場のフィッティングということになりますけれども、本当に、はい、いろいろと、本音を言っていただいてですね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、本当に皆さんありがとうございました。チーム本番のプロがですね、今年も活躍できるよう我々、精一杯サポートし、またプロのためにいいクラブを作って提供して頑張っていただきたいと、全力でサポートしてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。今日は本当に、本日は本当にありがとうございます。では植木田プロお願いいたします。ではまずお渡しいただきましょう。西田社長、司
色紙には何と書かれていますでしょうか。はい、じゃあ読み上げさせていただきます。ちょっと今日ここからは少し砕けた感じにしますけど、いきますよ。初優勝、背伸びせず自分らしいプレーで上平正道ということですけれども、この背伸びせずってちょっとこれは面白いんですけど、ちょっとだけコメントいただければ。そうですね、やっぱりツアー行くとよく言われるんですよ、上平背伸びたかまあそれでついついこうそういうところでも背伸びしてしまいがちで、またプレーでもで背伸びしてしまいがちなんで、本当に自分らしいプレーで今年は行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。上平プロありがとうございます。それではパズーさんプロお願いいたします。それではまずは色紙をお渡しいただきましょう。西谷社長、何て書いてありますか。はい、読み上げます、Keep my card JGTO Try to win the tournament ジュビパグンさんということで、一応ちょっと意味はまあ、Keep my card JGTO というのは、まあ、とにかくシードですね。 JGTO のトーナメントのシードを、まあ、キープしましょうと、それから Try to win the tournament、まあ、トーナメントで勝つということでございます。ちょっと英語で聞いてみましょう。はい、And I think it's very important. And if you have a message to the fans, yeah, this is my third season in Japan. In GTO. This message I just try to keep my card here, and if this season I try to win the tournaments. If I win this year or the next year.It's going to be a very special to me. Thank you very much. ありがとうございます。ですね、皆さんお分かりかもしれませんけれども、まあ、とりあえずこれをちょっともう一回意味を説明していただいて、まあ、ここでね、このシーズン勝つことになったら、バンカリにとって、まあ、非常にスペシャルなシーズンになるでしょうということで、まあ、本当に期待しています。アジアを代表するプロですので、頑張ってください。ありがとうございました。お願いいたします。では西谷社長、何て書いてあるでしょうか。はい、読み上げます。初優勝神プリオ、シンプルですね。はい、ちょっとシンプルすぎるので少し解説をしていただけるとありがたいんですけど、ね、お気持ちの中に今日は本当にそれしかないので、それに向かって、はい、突っ走っていきます。はい、本当にいつもこわっと思いながら、いつもヒヤヒヤハラハラしながら見てますけど、すみません、今年は本当に頑張っていただければと思います。応援します。はい、行きます。ありがとうございました。では小田プロお願いいたします。まずはお渡しいただきましょう。では西谷社長、ご紹介をお願いいたします。これはそこじゃないですよ。はい、行きます。賞金王だ、世界ランキング50位以内だ、小田孔明だ意味分かる、すごいんですけども、ちょっと誰もあったりとか説明していただくと、何でもいいんですか。これはなんか、はい、ここ福岡出身なんで、はい、なんとなくソフトバンクなんでパクトだけです。パクトだけ、もう少し思いを語っていただけるといや、もういつも言ってるんですけど、まあ、賞金を目標に、世界ランキングの50倍に入ってマスターズに出たいと思ってます。はい、この状況ですね。ありがとうございます。本当に今年は活躍をまたさらなる期待しております。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。では藤田プロお願いいたします。読み上げます。倍返し藤田彩希ちょっと分かりにくいかもしれないので、ちょっと解説していただいてよろしいですかね。まあ、見た目はすごいシンプルなんですけど、私もここ2年優勝から遠ざかってまして、
やっぱりモヤモヤして悔しい気持ちがあるので、その分あの去年の流行語にもなりましたし、買い出しできたらなと思ってます。お願いしました。本当に今年ボールを使っていただいて、はい、あの本当にありがとうございます。あの大変大いなる活躍を期待しています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ゲームプロお願いいたします。まずはお渡しいただきましょう。では西谷社長お願いいたします。はい、なんかユープロのなんかストレートな性格がそのまま出てるような感じしますけども、読み上げます。優勝するユープですか。はい、これも終身なんですけど、ちょっと思いをもう少し説明していただけると嬉しいですけど。そうですね、今年で2年なんですけど、あのやっぱりもう優勝するしかないと思ってるので、あのもう勝ちに行きたいと思ってます。はい、あの本当に 最高の応援をしたいと思ってます。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。それでは、イボビプロ、お願いいたします。では、西谷社長、お願いいたします。はい、読み上げます。5勝5ですね、5勝イボビ、すごいですね。これまあ、簡単、賞金の方が違いですもんね。すごいです。ちょっと、もしよろしかったらコメントいただけますか。優勝は本当に難しいですけど、もうほんまスタッフのサポートがすごいいいだから、もっと頑張って交渉したいです。頑張ります。ありがとうございます。本当にすごい楽しみです。ありがとうございました。中山プロお願いいたします。まずはお話しいただきましょう。西谷社長お願いいたします。はい、読み上げます。日本一高山忠宏、すごいですね。ちょっといろんな意味が入ってるんですかね。ちょっと思いを。そうですね、あの賞金ランキング1位っていうのを目標に、まずあの、ね、あの強い選手たちがチームホンマの中でいますので、このチームホンマの中一人一人倒していかないといけないんですけども、まあ、一生懸命頑張りたいと、まあ、もし仮にこのチームホンマから、ランキング1位の人が出たら、もう仕方なくはもう譲ってですね、あの違う分野でまた1位、あのまた平均パッドは1位もいますし、まあ、あの他の、タイトル、バンカー、セーブ率とか平均ストロークとか、まあ、それ何でもいいんで、やっぱり一回日本人になりたい。で、あと日本オープンとか日本プロにつく日本のタイトル、まあ、日本っていう、タイトルにこだわって、ちょっと戦っていきたいいう一年にしたいと思ってます。よろしくお願いします。全日本の女子選手権はありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。高山プロありがとうございました。それでは最後に谷原プロお願いいたします。まずはお渡しいただきましょう。では西谷社長お願いいたします。はい、読み上げます。本場でまず一勝、谷原です。ということですけども、ちょっと控えめだったいや、これ相当早いうちに、まあ、ちょっとコメントいただけますか。はい、お願いします。まあ、本当に1年目なので、本当にまあ、自分の中でもね、本当に今年っていう年をまた、まあ、調子も上がってきてますし、本番に移ってから、ね、成績が悪いんじゃ、やっぱり僕もね、顔向けられませんので、とりあえず本当に、まあ、昨年以上の成績をね、持てるように、まあ、精一杯頑張っていく気持ちで、はい、多分一生では止まらないと思います。はい、頑張ります。そのことは終わってました。ありがとうございました。本当に良いことでございます。ご視聴ありがとうございました。さて、今回のチームホンマのプロの皆様から大変力強く、また頼もしい今年の抱負を色紙にていただきましたが、西谷社長、本日も非常に豪華な顔ぶれが揃いましたよね。いかがでしょうか。いや、本当に改めてですね、こうして皆さんがずらっと揃って見ているの壮観ですね。まさにこのツアーワールド2年目にしてですね、本当にこのプロが改めてですね、これからのプロの活躍が大変楽しみですし、また、今年のね、また祭り、
副賞会をね、させていただきたいと思いますけども、その時に本当に楽しい笑顔で応援いただけると非常に心から楽しみにしております。本当に今日はお忙しいところ来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ここで黒たちには一旦ご講談いただきます。ありがとうございました。どうぞ皆様拍手をお送りください。チームの方の黒たちには、黒の皆様には後ほどフォトセッションの準備が整いましたら再びご講談いただきます。